美祢線白ヶ原駅。大変珍しい駅名で、そんな駅はどこにあるのですかと聞いてくる人もいるそうです。そんな白ヶ原駅はどのような物語で誕生したのでしょうか。昔、ここは今の美祢市大峰町西分というところ。あれは何者だ？シロって言うんだって。大丈夫か？おい、この場所に似合わないもの作ってっけど。こっちから。聞こえた？聞こえてたかな？白ヶ原の由来は、一説にはこの地は広い野原があって、そこに四郎というものが住んでいたとあります。四郎の頑張りもあり、白ヶ原は江戸時代になると萩から赤間ヶ関、今の下関への主要な宿場町となっていきました。何か似たようなものが増えちゃってるんだけど。誰か出てきた。あれ伊能忠敬じゃね。幕末になると赤間ヶ関へ出張する役人も増え、運搬も多く、当時は大変混雑していたそうです。人が増えたね。儲かってるでしょ。ぼちぼちですよ。すいません。はい、いらっしゃいませ。今日止めさせていただけないでしょうか。松陰先生。はい、吉田松陰です。江戸時代以降、駅が設置される以前の交通機関は荷馬車を主体とし、これ旅人は徒歩で朝方面に出向いていました。遠いな。その後、旅客輸送の花形として2台の人力車が姿を見せ。人力車ってこんなのだっけ？汚れのだけなんか雑じゃない？店長、こんなんじゃやっていけねっす。いけねっす。あります。何に吹き込まれたんだおめえ。現在の駅前広場横に車庫を持ち常駐していたと言われています。おーっしゃー。ちょっと1時間待ってるんだけど。よしお待ちを。これが要因となり、駅名の由来は駅所在地の地名ではなく、約 1.8 キロ離れた江戸時代の宿場から付けられたものです。駅を設置する前、白ヶ原では。何やっとるんじゃお前らは。今度この辺りに鉄道が通るらしいじゃないですか。だから写真を撮るためにカメラ設置してるんだ。そんなのいいから米作って米を。当時白ヶ原にいた大地主さんは、鉄道が近くを通過すると百姓が汽車に気を取られて仕事に熱中しなくなるといい、駅の設置を反対していました。1905年、大峰の無縁炭を徳山まで運ぶために鉄道運行開始。はい、そこを仕事に集中。その後、時代は流れ、
四郎ヶ原駅は開業と同時に植樹された富士の老木とともに行き交う人々を見守り、今日に至ります。